で実際これはね平成3年の時に創価学会がそれまで日蓮聖宗の正しいご本尊を信じてたわけだ。それが平成3年を境に牙を見たわけですよ。つまりまるっきり反対の方向に行っちゃったわけで、日本の歴史をね30年間こうやって遡ってみると平成3年ぐらいまで日本というのは順調だったんですよ。経済もそれから自然もね、そんなそのひどいあのでっかい地震が起きて何万人も死ぬみたいなそんなことはなかったわけ。それが平成3年境にまずバブルが崩壊したんですね。それまでのその 経済がドカーンって地を地にこう打ち付けられた。それからですよ、今まで日本に考えられなかったような大災害がどん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 増えてきて、最近じゃもう日本を狙い撃ちするみたいにね、台風でもああいう豪雨でもわざわざ日本国を狙い撃ちするみたいに起きてくる。まあ、地震にしてもそうですよ、阪神大震災、それから東北大震災もそうだけど、特にあの阪神大震災の時はあの1月17日に起きたんだけど、その前日と前々日ぐらいですかね、あの学会の作った偽本尊を大量にあの神戸の長田区に大量に流布したんです。で日蓮聖宗からいただいたご本尊を全部破棄っていうか、まあ持ってっちまって、まあ、どっかで破棄したですよきっと。聖宗には返してもらってないんだから。その大量ですよ、1000体以上で、それのやったその次の朝あの大地震が起きたわけですね。5月5時45分で、もし本当に創価の作ってる本尊が正しかったらむしろ加護されなきゃいけないわけだよ。それを交換したその翌日にそういう狙い撃ちするように長田区なんてあの学会がうんと多いところなのね、神戸の長田区って。であの生きてるのにさ、あの消防車が入れなくなっちゃって、生きてるところやあれ火事がわーって舐めるようにずーっと進んでったのね。中に声が聞こえてるのに亡くなってったんですよ。でワイドショーでもねあのやってたけど、やっぱりいかまさにあの学会の数珠持ったじいさんがね、そのくすぶってる燃えくすぶってるところでこう手合わせて、生きてるまんま自分のばあさんが、ばあさんで嫁はんがね焼かれてったっていうね。これがねやっぱり世間の見方ではこの因果がわからないけど、仏法から見ると間違いなくそういう悪しき、しかもその日蓮聖宗のご本尊をあの偽物を作るなんていうことをね、しかもそれを大量にまたその地域へ交換した配ったっていう、これのやっぱり因果なんですよ、悪因悪果。